ね、でもね土屋さんはどうでしたか、この、まあ、操作性とか爽快感っていうのは。僕は気になながら、その思ったのは、その右足と左足の球質が違うことと、はい、あとその足元にこうガードみたいなんですね、はい、今これがあるからマルセイユルーレットもできて、はい、最初あの子供らとやってる時にこれつけなかったんですよ。つけなかったっていうか気づかなかったんですよね。あ、そうなんですか。だから難しくねえなんて言ってほんなら、あ、なんかこんなんあるよっつって、でそれつけてやり始めてからもうドリブルガンガンできるんで、はい、そういう意味でもよく考えられてるなと思いますよこれ。もうお子さんもすぐ、操作してもう楽しんでました。あ、そうですね。本当一番下の小学生の、小学校5年生のチビとやろうと思ってたんですけど、はい、そいつがなかなか帰ってこなかったんで、はい、昨日高一のやつと2人で結構なおっさん2人だったけど結構盛り上がってお、マジかお前なんて言いながら、楽しかった、すげえ。そうなんですね、はい、あと11人対11人の対戦も可能なんですよ。それが僕びっくりして、ね、はい、1回ってだね。だから実は同じ色とかだと電波の関係とかあるから、はい、結局1日しかできないのかなと思ってたんですけど、はい、できるんですね。そうですね、それはすごいですね。まあ2対2でもこれだけ楽しいじゃないですか。いやだから相当面白いんじゃないですか。だからフィールドももっと広くできるし、そうですね、これるとちょっといいかなみたいな。あとコントローラーにもね、はい、なんか子供とかだったり自分のならではのなんかこうできたりとかするといいかなと思いますけどね。まさにオランダカラーとかそういう、そうですね、はい。だからもう僕はそのセレソンの方だったんですけど、はい、靴とかもね、やっぱ自分の好きなスパイクみたいなの履かせたいですからね、うん、うん。武田さんはどうですか、そういったところは。やっぱこう日本代表の背番号9っていうと、僕9つけてたんで、やっぱそういう番号とかのこだわりあったんで、やっぱなんかこう思い出したりするんで、はい、やっぱ子供とか、まあ、自分のちっちゃいユニフォームとかね、自分たちのユニフォーム作ったり背番号をつけることによって、うん、やっぱそのよりリアリティがありますし、その思い出、うん、そういう例えばもうその高校はやっぱね、シュートを打ってゴール入った時のあの快感それがポンポンパーキの時だ。それがやっぱ何しろやっぱサッカーので、簡単ですし誰でもできますし、そういう意味ではそこがやっぱり僕はやっぱのシュートのゴールに入っていく瞬間がですね、ボタンを押しても、うん、あれがやっぱりね記憶に残りますしもうずっとそれをおっしゃってますもんね、サッカーストライカーですからそうですね、はい、それは楽しかったです、はい、ありがとうございます。土屋さんどうでしょうか。そうですね、僕はだからさっきもねおっしゃってましたけど、やっぱここから始めてサッカーの方に、ね、やっぱループシュートみたいななかなかね小学生とか狙えなかったりするんで、そういうのもこうなんかイメージできて、で実際サッカー始める子もいるでしょうし、あとほらサッカーだとやっぱ運動神経がいいね、それこそ武田さんみたいな子がいたりとか、運動神経悪い子がいて全く叶わなかったりする子もいると思うんですけど、多分サッカーボールだったら逆転もできるじゃないですか、はい、運動が苦手だけどサッカーボールめっちゃ得意でサッカー上手な子倒したりもあるんで、ただ一番地獄なのはサッカーも下手でサッカーボールも下手なのかこれ一部地獄、その勝者はなんと武田さん率いるサッカーボールゴールデンチームとのエキシビションマッチに挑む権利が与えられるということなんです。ということで、本日武田さんが着用しているこのユニフォームがサッカー防具認定ユニフォームと。そうなんだ。あ、そっか。いうことです、はいはい、なるほど、2ヶ月しかないですね。そうですね、石野監督と同じですね近い時間内でいかにこうチームをこう構成していくかっていうのは。なんでしょう、西野さんと一緒にするのはやめてほしいですいや一応監督の免許持ってるんでね、はい、まあ、待ってた SQ ライセンスね持ったんですけど、ラモスさんからの電話しかなかったですねまあないでしょうね、監督のオファーかなとラモスさんともね伺ってきたんで、俺とラモスさんかなと思ったんですけどね、うん、違いましたね、お茶しようって電話して、ね、違いました、残念でしたけど、はい、4月26日ですね、はい、サッカーボールが僕が発売されるんで、ぜひ皆さんですね、今年6月にワールドカップもあるんで、皆さんその前にですねこのゲームで楽しんでですね、サッカーに興味を持って家族皆さんでですね楽しい時間を過ごしてほしいなというふうに思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました、はい、続いて土屋さんお願いします。そうですね、多分これはもう年齢も関係ないし性別も関係なく、誰でもちょっとやったらすぐできるようになると思いますんで、なるべく早めに買った方が早く上手くなると思いますんで、はい、もうぜひ、で多分いずれ大会も開かれるでしょうね。そうですね、はい、そうなった時に、あいつサッカー防具界のメッシだなとか言われる子も現れるでしょうね、ってなるならば早めに買って練習した方がいいなと思うんでね、もうぜひこれ楽しんでやってみてください。はい、ありがとうございます。